アイフイの村の中を歩いています。この正面がアイフイの歴史記念館、屈辱の領土、ロシアから領土を取られてしまった屈辱の海軍条約が結ばれたその記念館があるところです。パスポートを見せなければいけなかったですが、料金は無料です。本当に静かな村で、小さな村です。まあ、お花が塩を壁に囲まれた海軍ちゃん城の中だったんですが、宿屋をやってました。当時の女郎の評判として、牧雄と、まあ、明治33年ウラジオストクからボグラニチナヤ水粉がですね、今の行く途中に馬車で同乗したロシア青年の日本人女郎の批評が書かれていました。それには、第一に諦めがよく淡白だ、第二に金銭をむさぼらない、第三に盗み心がない、第四に親切だと、そういう批評をしてます。ロシア人青年が日本の女郎に対して。まあ、ここにも本当に立派な大和なでしこが堂々と存在していた、頑張っていたと、そう思います。アイフイです。アイ軍やね。アイ軍の村です。